伊豆の族っていうか山の族って気になったのって何から始まったんですか。きっかけっていうか、まあ、私ずっとお料理教室とか食育してたんですよ、はい、それを食べた時にもう目から鱗ですよね。強心対策をしてたんだけど、はい、私はもうスタッフがご飯がもうあんま食べれないんで。こんにちは、山崎です。今日は高糖玄米を作られている高糖堂さんに、お伺いしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。何を作ってあるって言ったら、長岡式高糖玄米っていうのを、下口でこう作り上げて、それを作り上げたものを全国発送しています。はあ、はあはあ、はい、でこういう、こういう箱に、ね、これ全部長岡式高糖玄米半章入ってるんですけど、これ半章一章売りで、毎週定期便で送っています。それって全国から需要あるってことなんですよね、はい、北海道から沖縄矢口まで半章売ってます。お店をそのやるきっかけになったのって何から始まったんですか。きっかけというか、まあ、私ずっとお料理教室とか食育してたんですよ、はいはい、なので一応お料理はできるんですけど。それは自分が勉強したってことですか。お料理教室、はい、解散してたんですよ。はいはい、でそれで食育を、まあ、みんなにお話ししたりとかしたんですよ。でまずは、まあ、調味料からとか変えましょうとかいうのでやってたんですけど、結局玄米がいいっていうのが分かって、でこれそれから玄米の勉強して、まあ、玄米マイスターとか玄米をしてたんですけど、はいはい、長岡式高糖玄米の講習会に行った時に玄米が素晴らしいと思ったんですよ。でめちゃくちゃ玄米って栄養素がバランスよく入ってるんですね、なのでうち主人が会社してるんですけども、そこに健康食堂っていうのをやったんですね、でそれでその時に玄米菜食というか玄米のご飯と、あとまあ酵素ジュース、人参リンゴジュースとか絞ったね、とかいろいろ出してたんですよ、そしたら、玄米が一番素晴らしいと思ってたのに結局合う合わないが出てくる。玄米を炊くだけではちゃんと栄養素が吸収できてない、スルーしているって分かって。それ 何で分かったんですか。そう、もう人体実験で怒られますけど、うちの社員さんたちが合う合わないが出てきたんですよ、はいはいはい、でそれでこんだけバランス、栄養素がものすごい入っていて、バランスが良くていいのに吸収できてないと思ってて、そしたらね、今のうちの滝市なんですけど、滝市と私が畑とかいろいろやってるので畑で知り合って、畑で知り合ったんですよ。でその今の滝市が長岡式高糖玄米持ってきたんですよね、畑で、これ何ってなって、でそれを食べた時にもう目から鱗ですよね。これ玄米ってなって、ですぐに講習に行ったんですよ。長岡式の代表がやってる講習会に行った時に、もうみたいな感じで、それからもうこれそれだけですよね、もう全て今までのことを全てもうやめて、長岡式高糖玄米を炊き始めたんですよ。それはもう直感的にってことなんですか。直感ですよね。あ、じゃあ今までの何か違和感があってもっとええのないかなと探してます。玄米はいいって思ってたのに、結局玄米の良さ、その栄養素がすごい塊であるのに、食べた時に吸収できてないんですよ、この番組は体の不思議や面白さ、健康になるための情報を発信している番組です。よかったらチャンネル登録をお願いします。あと YouTube では言えない健康情報の裏側や体の使い方、意識の使い方の奥深い話は無料のメルマガでさせていただくので、概要欄からメルマガの登録をお願いします。昔は江戸時代末期とかやったら、もうその胃腸がすごい強いので、玄米ボリボリ食べても消化してたんですね、それが今現代も欧米化してきたこの食生活で、現代の日本人とか人間の胃腸は弱いんですよ、だから玄米をちゃんと消化できてないと思いますね、勝手に言ってますけど、でだから、逆に玄米が体に悪いってなってるんですよ。溜まってしまうんですよ、消化できずに、で結局消化できないっていうことは消化酵素を出して出さないといけない、だから消化酵素を自分の潜在酵素をいっぱい使ってしまうんですよ、消化に、そしたら逆に体に悪いですよね、吸収はできへんってことですね、でそれでそのね、めちゃくちゃ栄養素が含まれているバランスのいい玄米を発酵させると、この栄養素は
増えて、しかも全てが分子レベルで細かくな細分化されるので、はいはい、分子吸収できるんですよ。そしたら、うん、これ自体がもう消化酵素になっているので、うん、自分の消化酵素を使わないんですよ。ほうっていうことは、うん、食べた時に自分がしんどくなく栄養素を全部吸収できてるんですね。なるほど。ほんならもうこんなに素晴らしいっていうか画期的なというか理想的なところもないじゃないですか、うん、でそれでもう今までの私の食生活は何やったんやと、うん、今まで料理を教えてたのは何やったんやと。でそれから西岡さんっていううちの炊き師と二人で家で炊き始めて、で何回も何回も失敗して、いっぱいいろんな炊き方してみようって、もうどんだけいいものを作れるかっていうので、知己として楽しくやってたんですよ。でそしたら私はずっとお料理教室してたから、いろんな食べ物を販売とかしてたんですよね、はい、作ったら人気があるやつとかあったんで、はい、でそれも全部やめて、うん、で今度酵素玄米炊いてるってみんな、まあ、それを買いたいってなって、うん、でそれでみんな健康になってきたわけですよね。絶対になりますよね、そら、うん、でそれでリピーターが増えてきて、はいはい、で家で炊いてたのに、あの粉出すさえでっかいじゃありますよね、うん、あれが家にもう25個ぐらいになったんですよ。うわ、でそれでもう足の裏がないってなってでお店になったみたいな。へえー、すごい。だからその商売にしようとかは全くないんですよね。じゃあその体にいいっていうのは、まあ、僕もおぼろげには分かるんだけど、実際にまあその変化が出た人っていうか、まあ、言っていい例みたいなのがあれば教えてほしいですけど、私はそんなにめちゃくちゃ、まあ、体が悪いわけじゃないんですよ、うん、で脱色やし脱色、ね、だからそういうね強い方とかから分かりづらいんですよ。逆に消化酵素が少ない方、うん、だから私も10回に分けて食べないといけないんですよ、1日とかいう人とか、いろいろもうその過敏性大腸炎みたいな、ね、ああいう方とかも多いじゃないですか、うん、そういう方はもうピタッと止まるんですよ、本当に症状がね。だから消化酵素が少ない方も、うん、これは食べれるんですよ、ね、うん、でその大腸炎の方もこれやったら下痢止まるんですみたいな。で腸内が整うと、うん、やっぱりメンタルも整うじゃないですか。そうですね。なので複数ね定期コースとかってみんな買うでしょ、うん、そしたらねだんだん、まあ、定期便やってはる業者って毎月何人か辞められて何人か新規が増えてっていう、はいはいはい、あれがあるじゃないですか、うん、とかでうち辞めないんですよ、はあ、ただ増えていく一方なんですよね、はい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 、だって辞めれないんですよ、疾患がある人の特に、うん、でなくても私なんかはただほんまにちっちゃい時からもううちの親がジャンキーとかほとんどご飯とかあんま作ってくれへんぐらいだったから、だからその体にマリモばっかり食べてたわけです、うん、そしたら腸内環境めっちゃ悪いからずっと幼稚園から便秘だったんですよね、うん、でも今52歳ですけど一番今が腸が綺麗やったし、うん、便も、1日3回ぐらい出るし絶対に浮きます。すごい、なんかスポンっていうのに憧れてるんですよ。もうね、うん、私もまさかこうなると思ってなかったんですよ。あでね、まあ、だからバロメーターは浮くか沈むかなんですけど、うん、腸内細菌の死骸なんですよね、ほとんどが便ってね、うんうんうん、がいい腸内細菌やったら浮くで、悪い腸内細菌が多いと沈むやと思うんですよ、私は。腐敗ってことですね、うん、はい、腐敗型やとやっぱ沈む、うん、で発酵型やと浮くって思うんですけど、うん、だから今っていうかご飯食べ出してから沈むのがないです。へえ、だから沈んだら要注意だと思いますね。なんかわかる、本当に、うん、みんな言うのは、はい、みんな言うのは本当にもうおならも臭くないっていう、うん、なんならその子供のおならみたいな匂いするって言うんですよ。でそれって腸が発酵型になってますよね、うん、だから腐敗して腸が腐敗しているから臭い匂いが出るわけですよね、うん、腐敗した匂いが、うん、でなんでじゃあ腸内が腐敗するのって言ったら食べたものがいつまでもあるからなんですよ。ここで腐ってますよね、うんうん、だから早く出ないといけないんですよね。そんなここで溜まってたらだからね、うん、でも、うん、その前動運動もうまくいってなくってそのお肉とか消化に悪いものばっかり食べてると、うん、なかなか出ないの、はい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 、消化液とか使わない、うん、消化酵素を使わない、うん、だから消化させないといけない食べ物を食べてもそれを一生懸命消化してくれるわけですよ。だから疲れなさそうですもんね。そうですそうです、ずっとエネルギー、ずーっとずっとエネルギー高いですもんね。そうですね、あ、うん、だからあんまり疲れないですね、そういえば。
やっぱダメも、いい加減なもの食べたらダメですね。もうね、発酵型になるとやっぱりそういうものを食べたくなるんで、昨日ね、娘とコロッケ食べたんですけど、晩ご飯、小菅前だってコロッケだけ3個食べたんですよ。ずっと気持ち悪いですね、まあ、なんか油が。あ、じゃあもうそういう違和感に気づけないようになっちゃってるってことですね。そうです、普通はね、酸化物を食べると、やっぱり油も酸化してる。そうか、酸化してるかしてんか、体で分かるんだ。分かります。もうすぐにベロっていうかピリピリするし、添加物が多いものを食べてもね。はい。だから今まで串カツとか15分ぐらい食べてたのが、もう6本ぐらいで、なんか厚木もうレンゴ食べられへんってなるんですよ。だからもうストップっていうか、もう腸がちゃんとこう脳に伝達してることを分かるようになってくるんですよ。なんかもう昔は脳とか口で欲しいものを食べてた、でも今は腸が欲しいものを食べれる。はい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 、はい、腸優位になったってことですね、はい、あ、分かるわ。今までものを言えなかったんですね、多分、食べてとか言いたかったのに。だから結局ずっとしんどい、万年しんどいですよね。みんなだからこっち優位ですもんね、はい、こっち優位じゃなくて、はい、特に現代人は情報ばっか多いから。そうです、そうです。だからあれ美味しいとか、見た目で判断、匂いとかね、でもだんだんこっちが整ってくると何がほんまにいるかっていうのが分かってくるんですよね。じゃあね、僕もこれからちょっと試したいなっていうか、ぜひ継続的に、はい、こんだけ、いやね、ほらみんな酵素玄米いいよとか、例えば何がいいよってよく言うけど、それを体現してる人ってあんま少ない。どうやって触れられるんですか？まあ、一応ね、うちは紹介制で会員制になってるんですね、はい、なので私はもう直でお店に来ていただくのがいいんですよ、で私のお話を聞きに来ていただく、あとは今食べてらっしゃる方の紹介なんですけど、そこでこっちで注文していただいたら出来上がったものをお送りいたしますので、で、保温ジャー、本当はうちのこの長岡式の保温ジャーにを購入していただいて、そこにその出来上がったうちの酵素玄米を戻していただきますね。でそこで、熱々に戻していただいてから、まあ、週1とか2週間に1回とか送りますので、そのペースで食べていただく。ほう、はい、そういう感じなんですね。酵素玄米っていうのは4日間100時間は発酵してから召し上がっていただくんですけども、で追くといくつか目になってるんですよね。もう4日目で炊き上がったやつは5日目に到着します、ですぐに入れていただいたらまた発酵し始めます。75度で発酵し始めるの でそれからこの1週間以内に食べていくのが一番まあ理想的なんですけども、まあ10日目とか12日目とかめちゃくちゃ倍々で酵素になるので、ただ固く締まってくるので、食べにくくなったりしますけど、でも硬いのが好きなんですっていう人も多いですけどね、やっぱり味が分かってくるとその古い方が好きっていう人多いんで、1週間目をくださいとか5日目くださいっていう人もいてるくらいなんですけど、でも硬くなっていきます。で一番だからもう本当に薬ぐらいになってるのがこれなんですけど、でこれは、ずっと乾燥させて作ったやつなんですけど、これもカリカリなんです、あとこれもまたね、やり方がめちゃくちゃ手間かかるんですけど、これをうちの保温ジャーでいっぱい下にいっぱいあるでしょ、それに薄くね、酵素玄米引いていくんですよ。で、菜箸でこうちょっと開けといて、で、乾燥させていくんですね、熱々にしながら。で、何日間もこう、手がひっくり返してカリカリにしていくんですよ。いやいや、どんくらい の日数っていうか、まあ、2週間以上かかってますよね、これ、はい、ああ、ああ、ああ、でこれね、30年酸化しないって言われてるんですよ。30年、はい、30年酸化しないって言われてるんですけど、今これもう空気触れてるからあれですけど、うちはこれはもうパウチにして、まあ、言ったらこれからね食糧難になっていくので保存食として、でこれで普通ね白米やったらねこんなにねカチカチやったら戻らないんですよ、戻りが悪いんですよ、でもこれって玄米ってまあ細胞膜と同じっていつも言うんですけど、これでこうキュッとなってますよね、だからめちゃくちゃ戻りが早いんですよ、パンでも書いて水分さえ入れたら、はい、ちょっと、置いてクツクツすると、はあ、で、味も変わらず、しかもめっちゃ栄養素の塊なんで、これ、はい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 、
なので、うん、もう完全栄養、まあ、きっちりですよね、これすごい、はい、でこれも販売しようと思って、うちのお客さんだけで販売しようと思って、はい、いろいろでこれはね、うん、言ったらね、私いつも江戸時代の飛脚の話をするんですけれども、うん、飛脚って昔は、玄米とちょっとの塩とちょっとの味噌っていうでね、うん、でものすごい走ってましたよね、はいはい、それはこういう玄米の星玄米だから星いい、あの飯って書いて星飯って書いて星いい、この星いいをここにこう袋に入れて、ほうほうほう、でこうやってポリポリ食べながら走ってたんですよ。ほう、だこれも星いいっていう名前を付けたんですけど、はいはい、星いいは玄米の干したものなんですね、大変そう、うん、これは発酵玄米を干したものなので、もっと栄養が高いです、うん、はい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 、例えばこれを一般の人がはい買いたいなと思ったら、どうしたらですか、まあ、インスタから、うん、ご注文いただくか、うん、誰かの紹介ですとか、うん、YouTube、うん、YouTube 見ましたとか、ね、インスタから、うん、注文していただく、または LINE アカウントから注文していただく、うん、はい、ホームページもあるんで、ホームページからも行けるんですけど、はい、それどれでもいいんですか、どれでもいいです、3つあります。あ、じゃあそのいろいろおむすびも売ってますよね。なんか10個入りくらいでしたっけ、はいはい、10個入りでも何個入りでも売ってます。あ、そうなんですか、はい、箱も2個入り、3個入り、いろいろあります。あ、そうですか、はい、じゃあそこから買えるそうです今ちょっといろいろ完売いただいてまして、うん、はい、お早めのご予約の方がいいです。あ、はい、あんだけの数がなくなるんですもんね。そうなんですよ、まあ、今じゃあ今80個ぐらいあるんですけど、はいはいはい、もう今足りない状態で、いや、これから多分こういうほんまに体にええもんで美味しいもんがほんまに希少価値の高いもんになっちゃってますよね。もうほとんど世の中にないだろうから、やっぱりそのね、ほんまに切り炊いてるっていうのがやっぱり大事でしょ、うん、はいはい、自分の子供の子に食べさせたいっていうものをお客様に売るのが本当じゃないですか。だからこそみんな分かって買ってくださると思うんですよね。あーはーはー、いやもう今日はありがとうございました。ありがとうございました。皆さんもホームページ読んでください。よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。なんでこんな風にしたんですか。いや、これはもうこのお店自体も私の独断と偏見ですことないですか、うん、で字もね、誰かに書いてもらおうと思ったんですけど、私修士もやってないんですけど、うん、私が書いた字の方がいいって言われたから、へ、書いたんです。そうなんだ私らからさ、もう4日目発酵しきるまでは、うん、食べたいと思わないんです。